9月17日晴れ、本日も野球部の練習。またスケジュール帳を家に忘れてしまった。最近はチェックできていないが、まあ公式戦などはないし大丈夫だろう。おや先輩、今度来ました。 OK だ。あいつはサボり部員の翔太。はっきり言って嫌い、ムカつくし、注意する気にもならない。今日は部員たちの準備が甘い。一人14回もエラーするやつがいるし、どんどん腹が立ってきた。特にムカつく翔太には意地悪なノックを打っているのに全くエラーしないのが一番ムカつく。久々に大説教をしてやった。すっきりした。まあ正直もうすっきりはしてるし許してもいいが、しばらく試合はないし、今日は草むしりでもさせようか迷うな。お、リーダーが謝りに来た。今日のリーダーは誰だ？許さない決定。必要以上に説教してやった。さ、帰ろ。あの監督さん、明日の練習試合なんですけど、オーダーどうしますか？帰ってきて。そういうチーム作りをしていきましょう。それでな、お前ら。やば。ね、先生来た時な、見たら、ストレッチしてる手で、なんや、スマートフォンを見ながら、ねえ、ケラケラ笑っちゃったけど、あれ何？あ、いや。ね、今日から気合入れてやっていこう、夕日いっちゃうの。なんであんなことができる？遊んどったんかあれは。いや、あれはプロ野球選手のバッティング動画を見て二人で打撃の話をしました。嘘をつけよ、お前。バラバラバラ。よう、そんなポンポ嘘がつけるな、お前は。え？先生に向かって。おだき、どういうことやるわ。いや、あれはプロ野球選手のバッティング動画を見て二人で打撃の話をしていました。ね、そうやったんか。暇すぎ。すまん、おだき、打撃って。はい。お前らはほんまに一生懸命反省したんか。はい、はい、はい。いつまでもない、こんな人だがたばかってみっともない。しっかりとお前らと団結力つこうぜ。チーム貢献しなさい。反省はしたんか。はい、はい。ただしこの一回が楽だろうけど、先生覚えておくか。しっかりと行動で。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あれなんや、すいませんでした。もう一度練習に入れてください。お願いします。ああ入れ。いいんですか。ええぞ、しっかり今から言うこと覚えときや。はい、きちんと謝る男に対しては許すのが男や。ありがとうございます。懐かしいの先生、あの時の言葉覚えてますよ。加藤さん、今お時間いいですか。何や。本当に本当にすいませんでした。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。オッケー、バイバイ、行こう、元気があってよろしい。神田さん、どうぞ。ああ、ありがとうね。はいはいはい。加藤さん、お時間よろしいでしょうか。え、どうした。3年生の翔太さんが今来てくれるみたいです。バーる。はい、ありがとう。はい、いいよ。うまい感じやね、あいつ邪魔しやがって。すいません、おはようございます。お苦労でした。失礼します。バーる。個々のレベルアップももちろん大事ですけども、いかに、チームのミスをカバーできるか、守備練、連携練、打撃練、人間性の部分も、しっかりとそれぞれが部員の顔色を伺って、やっていけるように、していきましょう。そこを意識しながらやっていくようにね。もういい、もうここへ、もうやるよ。はい、はい、もう頼む。もうあんまかかんな。はいはい。お前ら腐ったリングや。一個腐ってかかったらお前らもああなるぞ。すまんな、ちょっと
愛用先輩で申し訳ない。